前回のカズクラ、ついにカズさんの村にあれがやってきた。そう、砂無限装置だ。多少失敗はしてしまって、形がいびつなものが出来上がってしまったんだけども、いざ作ってみると驚異的な砂効率。裏でちょっとほったらかしで、めっちゃ材料を手に入れたので、今日はね、建築というべきかあれ行ってみようと思います。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。なんか暗いよ、なんでだよいや、なんかね、視聴者さんからアドバイス来た。これでも湧く時があるんだってさ。マジか。なんかこれ、なんかみんなあるよね。なんか突如すんげえ暗い場所がね、出来上がるようになってしまったんですよな、これ。ほんで本日はね、もう夜にしかできないことをね、やってこうかと思っております。実は今日はね、もう大忙しでございますよ。というわけで行ってみたいなと思います。場所がね、どっちだったっけ。あっちだな。レッツゴー。さあ、というわけで皆様、いかがお過ごしでございましょうか。例えば先日ですね、もう大人だけ、瀬戸さんに、ジェットさんに、めぐみさん、そしてこの私の3人でいう異色なね、なんかありましたね、イベントが。あれ、こっちだったっけ。ちょっと待って、今日はね、またね、ゾンビ村の方にね、行こうかなと思っておりまして、視聴者様からですね、アドバイスが来たんでございますよ。だから本日はなんとかね、それを、遂行していきたいなと考えております。あったたたたたた。はい、こちらでございます。こちらね、ゾンビ村ね、廃村と言いますかね、廃村と言いますか、こちらあります。ほんでこちらはですね、再生していただきたいという声がいっぱいございまして、ほんでいい情報が、今回下付きハーフブロックであればゾンビは燃えないという情報がやってきました。これはね、激アツですよね。というわけで本日は、昼間でも大丈夫ネオゾンビ村作り行ってみたいなと思います。だ、あいつらね、ちょっと調子乗ると、あ、いる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 、すぐどっかね、沈んでいっちゃうから、マジ注意が必要だよね。これ何や、何や、何、これ分断されてるよこれ。まあ、というわけで、まあまあ早速行ってみましょう。あ、いた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 。そっか、お前は違う、お前は住人じゃねえだろ、とお前は。そっか、襲われながら建築をしていかないといけないというこの超ハードモード。まあでもこれでやっていかないといけない。いいだろう、なかなかの手応えじゃないかこれは。いた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 。普通のゾンビが痛いわ。これできるのかな、ちゃんと。まあ、やっていくしかないんだけど、砂増殖させて、今回ね、この赤石、これを中心にね、やっていこうかなーって今考えてます。ほんで、要はね、下付きハーフブロックがいっぱいあればいいってことだから、まあまあ、こういうことだと、なに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 、まあ、こういうことなんですよね。村一面に、これを敷き詰めることで、こいつたちが燃えなくなってしまうっていう、画期的な方法なんですよ、今回のやつは。はい。まあ、村の見た目もだいぶ変わって、これはこれで良きかもしれませんね。はい、まあ、とにかく行くしかないですよ私たちは。なんとかね、ここら辺に沈んでてくれないかな、お前たち。なんとかね。あ、こいつはもう動けなくね。できた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 。それ一人ゲットだぜ。多分動けないよなお前。決まったわ、決まりましたわ。あれ、抜けた。あ、いるいる。ここに一回入ってきたらお前らもう抜けれねえぜ。よしよし、これ一時的にここにね、みんなを入れとけば昼間でもこれできるくね。これ作戦的にいいよね。ちょ待って、もういないか、住人よ、ゾンビ村の。めっちゃ引っかかってるやんお前。はい、こっちこっち。ういうい。いやー、なんかいい村が出来上がりそうな気がしてきたぞ。ちゃんとみんなを避難させるっていうか、ゾンビだからね、みんなをすぐ全滅させればいいってもんでもねえから。うん、オーイエスオーイエス。そうそう、探すぞ。いねえべか、この村。おっきいなあれ。意外といるいるけど、こいつ前のうちみたいだ。捕まってる、これ捕まってる。ハラハラあるんだこれほら、こっちだよ。いた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 。火上がってきたらこいつすぐ燃えるからな。一応この耐火のポーションも一応持ってきたのよ。はい、こっち来て。入って、おー、ナイスナイスナイス。来れないよね、雰囲気こいつは来れないね。オッケーオッケーオッケー。これ昼間でも作業ができるやつになったぞ。でもまだ他にもいるかもしんない。ちょっと本日はね、ちょっと村人ゾンビを一箇所に貯めるっていう作業でもいいかもしんないな、これ。カズクラ、あー、そんで、そうだそうだ、先ほど言った瀬戸さんとか、ジェットさん、めぐみさんのイベントね、お酒ありでなかなか楽しいイベントだったんですよ。いや、なんかもちろんね、
みんなね、小さい子たちも来れるイベントもいいんだけどさ、大人だけのイベントもまたそれはそれで楽しいね。まあ前回はね、なんか急遽行われたイベントになってしまいましたので、次はね、またなんかもしリクエストが多いようだったら、もしかするとまた開催するかもしれないということでございます。まあそんでいる？こっちコンコン、うわ広っ、こっちまで、っていう声は聞こえたけど、え、どっかいる？あ、いた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 、二人もいたわ。こっちですよ、こっちですよ、住人さんたち。あー、これ以上外危ないと認識されてらっしゃいますね。えらいですね、ちゃんと燃えないように対策をとっておられる。あ、いた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 、一旦ですね、これはね、閉じ込めさせていただいてもよろしいですかね。ここで他も広い。うわ、チビの村人ゾンビいるくね。お前子供なのに。あ、でも動いてこない。あ、おりこちゃんだの。お前ここな。もうちょっと村が良くなってから出てきてくれ。まあでもなんか昔の湧き潰しにこれ似てるねこれ。まあとにかく行ったりましょうかこれ。制作開始でございます。というわけで早速行ってみましょう。まあだからといってですね、めちゃめちゃ暗くするわけでもなく、まあ途中途中、まあ、照明などもねぶっ込みながら最後仕上げていこうかと思います。やべ、これ超楽しい。こういうことだよね、ハーフブロック敷き詰めるだけの作業だから今回。あ、やべ。これはこれでいいのかもしんない。ちょっと待っててな、お前ら。住みやすい町づくりをねやってくよ、うちら。お前たちはちょっと特殊な環境でしか生きられない。でもお前たちはめちゃめちゃその代わり体が強いんだ。あ、終わった終わった、大丈夫。普通のゾンビだね、燃えてんの。危ないぞこれ、ある意味。怖い怖い、村人ゾンビ大丈夫かな。まあ大丈夫なようにね、今うちがちゃんとこれ作ってやるからな。お前たちが大丈夫なように。燃えてないな、いい村作ろう鎌倉幕府ということで、ハーフブロックだけのね素敵な村をお前たちのために作ってあげよう。で、ここに便利な、まあ、これは便利。あ、ストーンカッターでこれ作れねえんだ、マジか。あ、でも綺麗これ。綺麗綺麗、赤いの綺麗だわ。まあ一応ここにね、アホみたいにあるからね、これ。アホみたいに、もうアホよこれは、もうアホ。はい、おおここは畑とかどうしてあげるといいんだろう。これ畑悩むよなこれ。畑は畑でこれ生かしておきたいような気もするんだけど、ここだけ屋根つけてあげた方がいいかな。ゾンビも野菜食べたいもんな絶対。ちょっと野菜ここだけちょっと屋根張ってあげよう。これ特別だこれは。ただちょっと待ってね、うん、今ちょっと忙しいから。ここの屋根の下は燃えないから、屋根あるとこは大丈夫なんだよねこれ。とにかく屋根のないところにこれを張ってくわけなんだけど、畑だけはなんとかしてあげたい。畑にハーフブロック敷き詰めたらもうお野菜取れないこれ。ちなみにこれやってる人いるのかなこんなこと。ハーフブロックで、ゾンビを生かしてこうってやってる人いるのかなこれ。いやーバカだよね。いや、もしその人いたら申し訳ない、バカだよねこれ。企画がバカだよね。意味があるのかどうかそれ全くわかんねえもんこれ。意味はね絶対ないわ。ここにちょっと屋根だけ、ちょっと屋根試しに屋根だけちょっとつく。これこの木は邪魔だなこれ。は？あ、この下にもいた。あ、やっべ、クリーパーもいるし。クリーパーはまずいな。まあ一旦ここ上がれないようにしとくけど、これまずいわ。来て来て来て、ナイス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 。はいやー。はいやー。危ない。ここのやつだよね。オッケーオッケー。お前もちょっとこっち来いや。入った。あ、はいや。はいし。はいよ。これ何だったんだろう、これ。何使おうとしてんだろう。もう登れんくしてやるからな、お前らは。登れんくして、よし、これでまた一歩、ゾンビ村に近づいたってわけだ。うわ、でもこれめっちゃ大変ぞ、めっちゃ大変ぞ、これ。ゾンビ村作りめっちゃ大変ぞ、これ。参った。これ出来上がったらめっちゃいいよな。本当にゾンビと日中でも共存できる未来って来るんだ、みたいなさ。そんな未来が今ここで生まれようとしてるのかもしれません。は、ハッピー？え、何今の音？え？あ、いるいるいる、いや、びっくりした。びっくりした。なんかのエフェクトかと思ったわ。バンかと思ったわ。はい、これ夜危ねえんだ。どうも、ゾンビしかいねえから、ベッドねえんけ、ここ。あたたたたたたた、しや。カズクラ。
よく寝た。はい、というわけで本日こんな感じでまずは終わりましょうか。ゾンビさんの避難は一応終わったところなんですけども、まだまだですね、この脇つぶしというんだろうか、これ何て言うんだろうね、このことを専門用語で。燃え防止システムをですね、まだね、すべてにできておりませんので、まだまだ不完全な感じではございます、このゾンビ村。でもこれが完成したらですね、もしかすると YouTube 初の昼間も対応型ゾンビ村が出来上がるかもしれません。ほらほら、お前たちが出ないようにしてやらないとダメなんだよな、これ。ただね、一つ言っておくと、この作業ね、めちゃめちゃ楽しい。このただ貼るだけの作業なんだけど、めっちゃ楽しいよこれ。あっちゅう間にね、1時間がね経過しようとしておりますこんなことやりながら、いや、これはね、皆さんもこれゾンビ村見つけたら一回やってみるといいと思う。これ一回やってみるとめちゃめちゃ楽しいので、これぜひ皆さんもねやってみてください。ほんでこれ間違いなく数の越しにね認定されそうな勢いでございますので、これはねまだ引き続き、このゾンビ村ですね、いい方向でもう完成させていこうかと思います。またこうしたらいいよなどアドバイスあったら、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ。バイバイキン。